いつもご視聴ありがとうございます。財布なし生活ももうだいぶ経ったんですが、ちょっと働き方が変わりまして、今までの感じではちょっと対応できなくなったので、今回また一つ購入したものをねご紹介したいと思います。いくつかの理由でだいぶ前から財布なし生活をしてるんですが、まあ、仕事に持っていく回数券と、まあ、買い物をする時のクレジットカードですね。初代のカードケースがこちらで、まあ、こちらカードが9枚入るタイプで、外に仕事に行ってなかった時はねこれで十分でした。で、外に勤めるようになりまして、こちらのパスケースを買いました。こちらもともとIC カードを改札でタッチするのに、まあ、IC カード入れがあるのが欲しくてこれを買ったんですが、まあ、それと2枚クレジットカードがこちらに入る。で、さらに、ちょっとした小銭だったらこの中に入るんですね。まあ、できるだけ職場に現金を持っていかないようにしてるので、こちらには緊急用の1000円と、あとは自販機でねジュースが買える小銭、大体は230円ぐらい入ってますかね。はい。で、こちら2枚しかカード入れがないので、まあ、内側に入りきらないクレジットカードも入れたりしてます。まあ、その後2つの職場を掛け持つことになりまして、まあ、正社員じゃなくなったので通勤定期がなくなりまして、このイコカは使わなくなりました。ちょっとあちこち入れてるんですが、全部でね、回数券を今3枚使い分けてます。近場の仕事、平日用の回数券と、大阪の仕事、土日祝日用と平日回数券です。それでこれね、すっごい使い勝手が良くてですね、もうこれ本当にねお値段以上で、結構高級感もあってね、私的にはすごい気に入ってるんですね。本当にお恥ずかしい話なんですが、まあ、去年ぐらいから頭の問題が起きまして、もう物忘れとか勘違いとかが本当にすごくて、本当にねショックなんですけど、実はこの回数券もう2回紛失してまして、近場の方の回数券だったので本当に不幸中の幸いなんですけど、まあ、この大阪の方のね回数券ね、かなりの金額なので、本当にこれもう怖くて、そもそも使った後にパッと返せるところがなくて、ポケットに入れたりとか、このカバンの外ポケットに放り込んだりとかですね。それで時にはね、このカバンにそのまま放り込んだりとかして、まあ、大阪の回数券も一回もう探し回ってね、もう本当に顔が青ざめたことがありまして、結果あったのでよかったんですけど、それ以来ですね、もうちょっとやっぱりこれだけじゃなくて、ちゃんと全部を決まったところに収納できる、ものを買わないとダメだなっていう風にね思って、ずっとこうネットで探してたんですね。で、今回やっとですね、見た目にもお値段的にも機能的にもまあまあ使えそうっていうものがあったので、それを買ってみました。それが、こちらなんですけれども、まあ、これは本来財布としたものだと思うんですけど、まず買うにあたって絶対の条件が、ここにストラップがついていて、このハンドルにアタッチできるものっていうのがもう絶対条件なんですね。そもそも財布をやめた理由が、ほとんど現金を使わないこと、それと職場での防犯上の問題もあるんですが、一番の理由がですね、財布を持つと絶対財布をなくす自信があるんですね。もう私のこの今の頭の状態では、もう絶対落とすかなくすかしてしまうと思うので、そうなるともうね取り返しがつかないので、こちらもハンドルにアタッチできるやつなんですが、もうハンドルから取らないように絶対しています。まあ、今回買ったものもこういう風にストラップ付きで、ただこれ買った後に気がついたんですけど、ここ一回ほどくなりしてつけないとおそらく無理な感じですね。これツルツルのタイプもあったんですけど、こういうガザッとした素材の方を選びました。まあ、色は4種類ぐらいありまして、グレーもいいなと思ったんですが、まあ、今のところ全部黒にしてあるので、黒にしました。これねお値段もね2000円ぐらいで結構安かったんですね。それにしてはね、まあまあ高級感があるかなと思います。
まあ、パスケースじゃないので外には、カードを入れないんですが、ここ内側にですね、真ん中にはコインを入れられて、両サイドにここに1、2、こっち側にも3、4と4つカード入れがついてます。でこれはね、かなり柔らかくて大きく開けることができます。こっちはね、もう本当にね、あんまりね、硬い感じですね。でここね、小銭入れてるんですけど、本来鍵用なんでしょうね。こう家の鍵をつけるものがあったりしてね、小銭そんなに入らない上にちょっと入れてもですね、結構こうもっさり分厚くなっちゃうんですね。なのでそもそもこっちにはあんまり小銭を入れたくなくてですね、今回もうちょっと財布寄りのこのタイプを買ってみました。クレジットカードをちょっとこちらの方に移します。もう一個クレジットこっちに入ってます。クレジットカードこっちに入ってますね。はい、まあ、他にもクレジットカードあるんですけど、持ち歩いてるのはセゾンカードと楽天カードです。ワンオンはあんまり使ってないんですが、銀行のカードはもうちょっといらないかなと思いますのでのけておきます。まあ、イコカももういらないですね。なんかこうパスケースなので格好がつくかなと思って入れっぱなしなんですけど、ここちょっとなんか違うものに変えようかな。このキングを呼ぶ御金神社の、お守りをここに入れておきたいと思います。ちょっと今少ないですね。ジュース代ないので、10円玉はちょっと多いともっさりするので減して、100円玉を加えておきます。はい、こちらの小銭入れも深いですし、柔らかくて入れやすいっていうのもあるし、余分なものもついてないのですごく使いやすくなりました。1000円もここにいらないってことですね。今までは三つ折りにしてここに入れてたんですが、今度からは2つ折りでこれは入るということです。こちら販売してたサイトではこういう風にここに挟んでお札を入れてましたが、私の場合はこういう風にすぐ取れるように横に畳んで入れます。それで肝心なこれなくしたらすっごい嫌なんですよね。これなくしたらちょっともう立ち直れないので、大阪の方の回数券カードをもうここに入れてですね、このもう一箇所の仕事の通勤用回数券はこの中にしまっときたいと思います。まあ、通勤定期ではないですが、まあ、通勤の回数券専用のパスケースということにできます。あと持ってるものはもういらない。今までは回数券こっちにも入れたりしてたんですけど、もうこれがね、カバンの中で細々したものいっぱいあって、で制服とかお弁当とかを詰め込んでいったりしてるもんで、これをもう探し回るんですね、ひっくり返して。なのでやっぱりね、ストラップがないとダメなんですよね。こちらの私の通勤バッグなんですが、このパスケースと、この反対側のハンドルにはこのお財布がつきました。まあ、お財布というか小物入りですねライフスタイルによってこう使いやすいものって変わっていくと思いますし、あと年齢によってもすごく変わっていくものかなと思います。自分の掟としてこのストラップは絶対に外さずに、ちょっとしばらくこれで使ってみて、不都合があれば見直して改良していきたいと思います。